自分で作って言うのもあれなんですけど、この強化合体はもう素晴らしいと思っております。いや、これが今年の JBF2024 に並ぶってなったらもう最高っすね。はい。はい、いつも私ヒロゲーを応援してくれてありがとうございます。今回のメンバー限定動画はこちら、ギャラクシーソルジャーとトロンソルジャー V2 の強化合体したトロンギャラクシーソルジャーです。はい、ついにこの2体のロボを強化合体する時がやってまいりました。本来でしたら先月中に撮りたかったんですけど、今後の強化合体や構造強度のことを考えたら改造が必要になったため、前回の動画でこのように改造しました。ちなみに2月の動画で強化合体したトロンギャラクシーソルジャーを出したんですけど、見栄えについては全く変わっていません。ということで本日の動画は徹底解説しながらトロンギャラクシーソルジャーに合体させます。ちなみに今回の強化合体も結構こだわっていて、それは何なのかと言いますと、このギャラクシーソルジャーはほとんどバラすことなく合体する方式にしてます。今まで僕が作った変形合体レゴロボって1号ロボがバラバラになったり、1号ロボのヘルメットを取らないといけなかったんですけど、今回このギャラクシーソルジャーはほとんど変形させずにバラバラになったトロンソルジャー V2 が合体する合体方式にしてます。今回の強化合体も結構こだわったので見どころの一つでもございます。ではまずはギャラクシーソルジャーの合体準備いきます。まずは武器を取り外して、このパーツも取ります。続いては頭部をこのように変形させて一回取ります。先ほどバラバラにしないと言ったんですけど、ちょっと合体の都合上頭部を一回外さないと合体できないので頭部は外しておきます。で、あとは腕をこのように広げれば、はい、これで合体準備の完了です。続いてはトロンソルジャー V2 です。ちなみにこのトロンソルジャー V2 はめちゃくちゃバラバラになります。で、ちょっと残念なところがありまして、それはブラックタンクに乗っているこのミニフィグ、これは余ってしまいます。では行きます。まず頭部を外して武器も外します。続いてこのパーツも取って、この部分も取り外します。続いて腕を外して、ここもバラバラにします。この部分はこのパーツを取ってこのように折りたたみます。で、あとは武器を取って足も取ります。反対側も同じで、ここを外してこのパーツを取って折りたたんで、武器を取って足も取ります。はい、このようにバラバラにしました。ちなみに言い忘れてたんですけど、両腕はこのように分割しておきます。はい、では合体させたいと思います。まずはこの部分が下体になります。まずは腕をこのように稼働して、で、この部分に合体させます。はい、これが下体になります。反対側も一緒でこのように稼働させて、で、この部分に合体させます。はい、これで下体の完成です。続いてはこちらを合体させます。まずこのパーツのこれですね、これを取ってここに合体させます。で、あとはヒンジでこのように稼働させて、この部分に頭部を合体させて、で、回転します。続いてこのジョイントを使って、ティッシュをこのように合体させます。はい、これで完了です。ちなみにこれはロボのバックパック兼サイドスカートになります。では最後は頭部です。頭部のこの部分にこのように合体させます。その後この部分を一番上まで持ってくれば、はい、これがトロンギャラクシーソルジャーの頭部になります。ではここから合体させます。まず足のこの3つのジョイントを使ってこのパーツを合体させます。反対側も同じく合体させます。続いて下駄を合体させます。ちなみに合体ジョイントはこのようになってます。続いてギャラクシーソルジャーのこのジョイントとトロンソルジャーのこのパーツをここに合体させます。反対側も合体させます。続いてトロンソルジャー V2 のこの腕だったパーツのこのヒンジパーツとギャラクシーソルジャーのこのジョイントを使ってここに合体させます。その後拳のこのパーツとトロンソルジャーの足のこのピンを使って合体させます。で、終わったら倒します。反対側も一緒でここに合体させて腕を取り付けます。ちなみにこのままでも合体できます。続いてギャラクシーソルジャーのこの2つのジョイントとちょっと見えづらいんですけどトロンソルジャーのこのパーツをこのように合体させます。で、あとは微調整しながらこのように押し込みます。頭部をここに取り付けて、最後にこのバイザーを上げれば、